南の珊瑚礁にとてつもない代物が沈んでいると城の奴らが話しておった。あまりくよくよ思い悩むのはよくないぞ。この町に皇帝陛下に盾つくレジスタンスのアジトがあるらしいんだが、まったくうちは王女隊で食事を作るのも大変よ。まあまあ飯、最近お城でパーティーが行われなくなったもんだから、お姉さま家の中でドレス着てるの。今日お城でパーティーがあったら何を着ていこうかしら。皇帝陛下は世界中の国を相手に戦争を始める気らしい。こんなに家族が多いと心配も人一倍だよ。この先は皇帝陛下のお城、用のないものは近づかぬように。ここでディラックと一緒に暮らすことにしたのさ。いつも私の前でディラックの話をするから悪いんだ。もう返さないよ。そんな嘘でしょパメラ。いい君よ。私一旦クリスのところに戻ろう。姉ちゃん、どうしたの？あ、クリス、この子をしばらく預かっててほしいんです。仲間のお医者さんに見てもらうわ。大丈夫よ。心配いらないわ。さあ、リラックを助けに行くんでしょ。しっかり。
Hey!
る。えい！
り？よし。炎よ。えっ？
せい。ほら、ボルト。せい。会いたかった。待っていたよ。リラック、私もよ。無事でよかった。な、何をするんだ。バカな娘だ。タナトス様への捧げ物にするのさ。女の生き血が必要なのだ。やめろ。それでも人間か。バナ、ずっとあなたを心配して、いくら操られていたって、愛する人もわからないのか。許せねえ。って。なんとか意識を取り戻せそうだ。まだ動けないよ。じっとして。頼む。危ない。この祭壇の後ろの部屋に急いでくれ。ここにいるんだ。
しばらくじっとしていてもらおうか。この娘の生命エネルギーは想像以上だ。実に素晴らしい。これは、そんなバカな、なぜだ。ここは、二人ともどうしたの？あ、動けるぞ。そうか、ディラックの力だな。奴からエネルギーが流れ込んでいるのか。これはますます奴を手放すわけにはいかなくなった。諸君、さらばだ。お前たちはもう用済みだ。ヴァンパイアよ、こいつらをお前に任せるぞ。せい、そら、せい、へっ、
ゃん。平気よ。生きていればいつかきっとまた会えるもんね。きっと。この町に皇帝陛下一泊